パックンチョ買ってきたんですよ、今日。まだ開けてません。今から開けますんで。パックンチョ、ディズニーのキャラクターですね。出てくる絵柄のキャラクターを一つ描いてきてください。絵柄は全部で300種類あるそうなんですけど、そんなマニアックかって話なんですよ。だから僕の予想としては、主要キャラクターでいけるんじゃないのかなっていうところなんですけど、まあ開けてみて、やってみましょうってことですね。いきましょう。ミッキー。豚ですね、豚。ははボブ。ボブ。ジーニー。オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット。こんな勝負出ます勝負師ですね。豚ですね。何これ。美女と野獣、チップ。勝負に出たな。なんだっけ、これもプーさんのキャラクターじゃなかったかな。いいよ。豚ですね。プーさん。ほぼプーさんと豚しかいませんけど。以上になりますかね。以上になりますかね。さあ、じゃあ開けていきましょうか。あまりにも1個目がマニアックだったら、3個開けましょう。いきますね。見えてますね。どう？なんだっけ？白雪姫だっけ？白雪姫の猫、チェシャ、誰やそれ。あら、誰誰ですかこれ。どなたですかこの人。どなたでしょうか。ちょっとわからないんですけど、わかる方、早急にですね、早急に、コメントの方を。誰でしょうかま、ガチで300種類じゃん、これ。だから、アホほど種類あるっつったやん。あ、なんだっけ、こいつ。オラフ。本人の予備知識が解明的で楽しいですね来週の、一応参考までにですね、じゃあ、予備知識としてですね、これ何なんですかね、これは。もう。なんだっけドナルド・ダックすら出てこなかった、今。ドナルド・ダックの嫁じゃないの。予備知識が、ディズニーの予備知識がですね、壊滅的なので。